様。どうでしたか？お母様はなんと？うん、人に聞かれるとまずいから屋上で話すね。あのね、結論から先に言うと、私って人間と悪魔のハーフだったみたい。私のお父さん悪魔なんだって。そんでもって超イケメン、イケメン。あっさり教えてくれるし、なんだかなって感じだよ。それどころか写真まで引っ張り出してきて、一晩たっぷりのろけだし。一晩も？うちにお父さんがいない理由聞いちゃいけないことなのかなって思ってたんだけど、なんかお母さん私が聞いてくるのをずっと待ってたみたい。幸せそうにお父さんの話するお母さんを見てたら、なんか真剣に悩んでたのがバカらしくなっちゃったよ。それは何と言いますか、ご愁傷様です。本当だよもう。あ、それでね、私がハーフだってことはここだけの秘密にしてくれないかな。まあ悪魔だなんてあなた以外は信じないとは思うけど、リースさんからもらった髪飾りがあれば悪魔の姿にはならなくて済むみたいだし、私はこれまで通り普通の女の子として生きていきたいの。はあ、よかった。あなたならそう言ってくれると思ったよ。私も髪飾りなくさないように気をつけなくちゃ。それじゃあ、なんと言いますか、これからも幼馴染よろしくお願いします。いいことを聞いたです。これは面白くなりそうですよ。